されたわ。すげえ、めっちゃ来たね。怖いスラムの雰囲気ある。はい、おはようございます。今日がフィリピンに来て9日目の朝っすね。ちょっとね、このこっち来てからの連日の屋台飯爆食いしてるせいかわかんないけど、絶賛腹壊し中ですね。はい、腹痛い。まあそんな中ね、今日ちょっとね、今いるキアポからちょっと北の上の方にね、あるね、あのスモーキーマウンテンっていうね、なんかゴミ処理山みたいな、ゴミが昔捨てられてた山とか、ゴミが捨てられてる山、今でも捨てられてる山とかがあるんですけど、そこにね、ちょっとね、行こうと思います。で、そこにはね、なんか東洋一のスラムって呼ばれてるね、でっかいね、スラム街もあるらしいんでね、まあ、ちょっと怖いんですけどね、興味もあるんで、行ってみようと思います。はい。じゃあ、ちょっと準備して向かいます。で、これから行くスモーキーマウンテンなんですけども、なんかね、ほんと危険なところだから、あんま一人で行かない方がいいとも言われてて、ガイドとかもいたりするんですけどね、それ専用の。そういう人と一緒に行った方がいいらしくて、普通にタクシーに乗って行こうとした人が、あ、危険だから行かない方がいいよって言ってね、行ってもらえなかった人とかもいるぐらい危険なところなんですけども、でも、昨日一緒にご飯食べた、視聴者さんの人はね、何回もフィリピン来てる人で、その人はもうね、一人で何回もタクシーで行ってるよとか言ったりもしてたんで、まあ一応一人でも行こうと思えば行けるところっぽいんで、行ってみます。ちょっと一応キアポ教会で無事を祈ってから行きます。で、行き方なんですけども、今いるキアポ地区から北の方に車で20分ぐらい行ったところにあるトンド地区っていうところにスモーキーマウンテンはあるんですけども、どうやって行こうかな。いつも乗ってるこのジプニーみたいなやつ、これで行ったら行ってくれるのかな。スモーキーマウンテン行きたいって言ったら、ちょっと交渉してみます。あの、スモーキーマウンテン、スモーキーマウンテン、みんな結構嫌な顔するな。スモーキーマウンテン行きたいって言ったら、スモーキーマウンテン、あれ行かないかな、ジプニーじゃ。ここからじゃあ、スモーキーマウンテン、ダメだ、これ見ててスモーキーマウンテン行きたいって言ったけど、20台ぐらい聞いたけど1台も行ってくんないわ。なんか困ってたらこの人が声かけてくれて、スモーキーマウンテン行きたいのって言って、なんか今案内してくれてます。あー、もうそっか、ジプニーじゃなくてこういうの乗れっつってんだ。初めて乗るな、このなんかサイドカーみたいなやつ。いくらだろうな、なんかボラれたりしねえかな。スモーキーマウンテン、スモーキーマウンテン、イエー、How much? How much? 250? 225? 25? ペソ、本当かな、竹払いたいな、声から。はい、乗りました。今お金見てて確認したけど、200ペソって言われましたね。やっぱある程度値段するな。本当にでも200ペソで済んだらいいんだけど、500円ぐらいか。やっぱ遠いからもっと高いよって言われました。めっちゃ攻め、この乗り物。いや、スモーキーマウンテン、いや、大丈夫かな。こうやって走りながらね、このバイクの運転手がスモーキーマウンテン、スモーキーマウンテンって道にいる人に言ってるからね、多分これも乗り合いなんだな。スモーキーマウンテン一緒に行く人がいたら一緒に乗せるっていう感じだ。この狭いところに2人とか。なんかいきなり200って言ったら1000って言い出した。200 OK? No? No, I'm not going to give me. 2050? How much? Money. How much? 500? No. No. 200, okay, thank you. No. 200. You say 200. You say 200. No. Hey. You say 200.
モーキーマウンテン、ハウマッチ500? Why? You go there. もうだいいや、全然途中だけど、全然行く前だけど、めっちゃ金持ってくるから200円払って、500円払って終わりでいいや。もう騙されたわ。もう早速スモーキーマウンテンの行く洗礼浴びてるっていうか、もうグラブ使えたらな、グラブで行くんだけど、いきなり、ね、値上げしてきたから今、最初1000ペトとか言ってて、次に500ペトとか言い出して、なんか怪しいからもう軽症で済むうちに200払って終わった。畜生、あいつ得したな。もうしかもどこだここって感じの場所で押されても全然遠いよ、まだスモーキーマウンテンまで。ここからもうやめよっかな。結局今日も歩くんだな。なんかトンド地区に入ったからか、結構街の雰囲気がスラムっぽくなってきたわ。なんか汚い古い感じの街で、結構ゴミゴミさらにしてる。ちょっと大通り出たんでね、ここでちょっとジプニー拾えるかやってみます。はい、スモーキーマウンテン、スモーキーマウンテン、スモーキーマウンテン、あ、オッケー、やった、これスモーキーマウンテン行く、このジプニー、やった、これで行こう。なんかいくら払えばいいか分かんなかったんで10ペソ払ったんですけど、お釣り来なかったんで10ペソっぽいです。はい、降ろされました。ここがスモーキーマウンテンだよって言って降ろされました。どこ、ここかな、これ入ったスモーキーマウンテンなのかな。ちょっと進んでみよう。あ、これかも、この森林のところがスモーキーマウンテンなのかも。見て、スモーキーマウンテン、スモーキーマウンテン、あ、Thank you。 あ、これだ、すげえ、なんかゴミがもう見えるわ、この距離からでも。カメラで映んないかもしれないけど、ちょっとじゃあ中入ってみよう、どっから入るんだろう。で、そもそもスモーキーマウンテンってね、もともとは何だったのかというと、普通にここは海の近くの漁村だったらしいんですね。で、それが1954年にフィリピン政府が環境保護のために燃やせないゴミを集めて置く場所としてここが指定されちゃって、ここにどんどんねゴミが運ばれてきたらしいっす。で、今はゴミに土がかぶせられて煙が上がっているところは少ないけど、昔のさらけ出しのゴミがたくさん積み上げられてた時はゴミ山全体から煙が上がってて、本当にたくさんの煙でモクモクしてたから、だからスモーキーマウンテンって名前になってるらしいよ。そういう歴史があるスモーキーマウンテンっていうところでした。なんかここに学校がある、普通に街があるわ。で、こっから多分ねスモーキングマウンテン入れるんだ。山登れそう、登山口みたいになってる。あ、ソーリー。うわー、すげえ汚い、本当に埋め立てられてる、ゴミがいっぱい。うわー、すげえ、めっちゃ汚い、めっちゃゴミが埋められてて。ここがねスモーキーマウンテン2個あって、旧スモーキーマウンテンと新スモーキーマウンテンがあるんだけど、ここは多分旧スモーキーマウンテンで、ここはね昔ゴミが捨てられてたとこなんだよ、フィリピンのゴミが。で、こうやって今まで溜まってたゴミはね、燃やされて灰にして、その上から土を重ねた状態で、なんか土の中にゴミを埋め込まれたみたいな形になってる、山になってる。でも普通に人いるな、だから人も住んでんだよね、この中に。普通に住宅があって住んでる人もいるんですよね、こうやって。でもこうやって普通に今目の前の小学校かなんかが下校時間だったのかな、子供がすごい制服着た子供が山の上に帰っていくから、ここに住んでる子なのかな。綺麗な格好してるけど、めっちゃそこら中にゴミ捨てられてるわ。でも別に今のところ臭くはないな、ゴミ臭かったりとかしない。どこまで山続いてんだろう。ああ、すごい、ここは住宅になってる。お菓子とか飲み物売ってる売店もあるわ、ちっちゃい売店だけど。すごいな、ここもなんか住宅だ。な住宅かわかんねえ、なんだ、牛小屋みたいな感じかな、番号振られてるけど、家か。ゴミがすごい。でも普通にね、こうやって綺麗な制服着た子たちも、ね、歩いてるんですよね。バス桶とかも捨てられてるわ。でもハエがすごいな、足になんかポツポツハエが当たる。よし、じゃあもう下山します。やっぱサンダルで来るべきとこじゃないな、歩きづらいわ。で、このスモーキー山マウンテンの麓の山村と、あとあっちの中の村とあるんだよね、2種類。すごいわ、ゴミが重なってる上まで。臭いな、やっぱ匂いがあるんだ、ちょっとここら辺は。ああすごい、ゴミ山だ本当。だからゴミのあえて地層になってるんですよね。で、多分こういうのもねゴミ山から拾ってきて売ってるんですよね。使えそうなの綺麗にしたりして、リサイクルショップみたいに。
すごいわ、なんかめっちゃ集合住宅もある。じゃあ一旦このスモーキーマウンテンはもう離れよう。でまた近くにねスラム街があるんで、そっちも行ってみます。で今のは旧スモーキーマウンテンだったけど、また新スモーキーマウンテンもあるって言ったじゃないですか。そこはねまた近くだっけな、ここにあるらしくて、まあ、今回行かないですけど、そこには今でもねゴミがね運ばれてなんか埋め立てられてるらしいです。ここら辺もすごい匂いだわ、臭い。この川の匂いかな。でこういう川沿いのところにもこうやってなんか住宅があるんですよね。こういう水の上はねなんか土地代かかんないから安く住めるらしい。すごいね、本当もうゴミと一緒に暮らしてるって感じだ、ここら辺の人は。ここら辺もゴミ処理場だな、いろんなゴミがあってすごいよ。あ、これも全部ペットボトルだ。いっぱいいろんなゴミが分別して運ばれてきてる。ペットボトルとか段ボールとか、なんか買い取ってもくれんのかな、ここでいろいろみんな持ってきてる。はい、人に聞いて聞いてして着きました。ここがハッピーランドっていうスラム街らしくて、ここはさっきのスモーキーマウンテンに住んでた人を移動させたスラム街らしくて、めっちゃ広くて東京ドーム5つ分あって面積が、で2万8000人住んでるらしいですね、はい、ちょっとじゃあ怖いけど中入ってみます。それでは商店街みたいな感じでお店がありますね、飲み物屋とか日用品屋。あ、ここはネカフェっすね、多分みんななんかネットゲームしてるわ、子供たちがパソコンの前で。人も結構いて活気があるわ、子供が多いね、相変わらずやっぱ。なんか特別治安悪いこと起きてないけど、なんか勝手に怖くて構えちゃうな、ビビっちゃう。うわこっちすごいわ、ほんとこっちは絵に描いたような、なんか怖いスラムの雰囲気ある。バスケしてる、すげえ。あーこっちからさっきは怖いわ、ちょっとやめとこう。でこのハッピーランドのスラムの中にね、あのパグパグっていうなんかゴミで捨てられたフライドチキン、人が捨てたフライドチキンをなんかもう一回きれいにして揚げ直した料理があるらしいんだけど、なんか見つかんないな。これは普通のフライドチキンだもんね。パグパグ、え、これパグパグ、パグ、はい、パグパグ買いました。これで10ペソでした。並んでるお客さんの男の子に聞いたら、これがパグパグだよ、美味しいよって言ってたんでね、はい、これがパグパグだそうです。じゃあちょっと食べてみます。いやだな、食いたくねえな、これまでで一番食いたくない食レポだわ。でこれね、国もね禁止してるらしいっすね、パグパグ作って売るの。もう不衛生すぎるから、そんなゴミの肉取って揚げ直して、でまた洗って揚げてるから、洗った時の洗剤が残ってる時もあるみたいな、もう不衛生かつなんかそういう科学的なものがついてる可能性はあるらしいんですけど、まあしょうがない、ちょっと食ってみよう、嫌だけど。いただきます。うん、なんか衣が多いね、カリカリで皮せんべいみたいな感じ。うん、ダメだ苦い、めっちゃなんか苦い、分かってもう、はい、はい、事前に見てた YouTube だとね、こういうチキン、フライドチキンみたいな形でこうやってかじってるのよく見たけど、これとまた違うらしいの、このパグは、はい、もういいや、よし、もう一応撮りたいもん撮ってやりたいことやったから、もういい、帰る、都会の方に、もう、ちょっと死んでくなってきたわ。じゃあちょっとマラテとか都会の方に、ここら辺のジプシー乗って帰ります。ありがとうございました、スラム街。はい、ジプニーに降りました。ハッピーランドからマラテまで13ペソでした。疲れた、ダメだ、全然マラテに行かない、途中、超途中で降ろされた。なんかすげえ綺麗な教会があるけど、またここから乗り継いでマラテ行けって言われちゃいました。よし、じゃあまたここでジプニー拾おう、マラテ行き、もう乗り継ぎだ。マラテ、マラテ、マラテ、あ、マラテ、マラテ、あ、オッケー、よし、これなら行く、多分。もう動きながらみんな乗ってるわ。なんか後から乗ってきたお客さんが乗客全員にこのハガキの袋みたいの配った。何なんだろう。なんかよくわかんないけど、お金入れて渡してる人がいるから、ちょっと20ペソ入れて渡そう。何なんだろう、なんか分からずに払って。今昼の2時半だけど、めっちゃ
ちゃ道混んでるわ。全然進まねえ。こんなんでよくみんな車乗るわ。はい、降りました。マラテ着いた。いや、無事にねスモーキーマウンテンから帰ってくることができてよかった。あとあのハッピーランドね、まあこれといって特別怖い目には合わなくてよかったですね。まあ、結構こうやってなんか撮影しながら歩いたりしてて、ちょっと睨むじゃないけど怖い顔で見てくる人もいたりしたけど、あとハッピーランドではね、あの靴下のここになんかナイフをこう備えながら歩いてる少年とかいたりして、それとか怖かった。まあでもこっちはビビりすぎてるだけだよね。普通じゃ普通のね、別に人懐っこい子供とかもいたし、はい、多分なんか起きるときは起きるから危ないところなんだろうけど、まあ、そこまでやばいとこって感じはしなかったね。衛生面的には結構やばかったけど、汚くて、うん、結構空気も悪いから、ね、病気もね多いらしいですね。なんか肺やられちゃったり呼吸器系の病気になっちゃうらしいです。で、思い出してみたら結構ちっちゃい子が咳したりしてたんだよね。それが原因か分かんないけど、まあでもいろいろ勉強になりました。はい、行ってよかった本当に。せっかくフィリピン来たから、スモーキーマウンテンは気になってたから。よし、すげえ寝方してるわこの犬、電柱にくりつけられて。よし、ロビンソンズでちょっと飯食おう。涼しい、綺麗。で、あったほらこれ、ここ気になってたんですよ。ここね、ラーメンナギの店舗なんだけど、フィリピンのマニラのナギはね、あの東京とか、まあ、他のとこもあるか、有名な煮干し系のラーメンのお店で、ね、日本ラーメンので、そのナギとこのナンバー11自家製、この2つがコラボしてるんで、このナンバー11っていうラーメン屋さんもね、とかあの池袋の方にあってね、見たことあってうまいんですよ。小量多くてね、二郎系のがっつり、まあ、二郎系というか藤丸系のがっつり系、それとナギがコラボしてこんなねがっつり系ラーメンがね、このフィリピンで味わえるんですよ。いくらなんだろう、高いのかな、さすがにこっちでラーメン食うってなったら。ちょっとこれ食ってみようかな。ああ、よし、じゃあ食おう。Yeah. よいしょ、高級そうだな。無事にな帰ってこれたから、スモーキーマウンテンから。あった、680ペソもするってことは1777円だ、いっぱい。うわー、まあ一家でも、まあしょうがで頼むか。ちょっと、まあ、食うって入って決めちゃったからな。これはおごちそうだ。はい、注文しました。来た、コラボラーメン、めっちゃうまそう。いい匂い、このね、ナルトがね、ナンバー11って感じだね。これ、ニンニクかな。で、チャーシューも丸くてでかくて太めで。で、もやしもね、こうやって二郎みたいに入ってて、二郎っていうか、ナンバー11みたいに。ちょっと細いこっちのもやしだけど、そんなたくさんは入ってない。で、麺が、ああ、こんな感じだ。こう、ピロピロしてる感じの、そんな太くもないけど、あ、でも、うずらも入ってる。で、嬉しい、この生卵とね、あと生姜も別途でついてるんですよ。はい。じゃあ、早速、麺からいただきまーす。めっちゃ甘辛いい匂いスープの、じゃあいただきます。うん、うまい。このわしわしごわごわ麺とこの濃厚な甘辛いスープが染み込んで、うんめ、しっかりしてる、この噛み応えがある麺、うまい、バキボキで。うん、ナンバー11の麺だ、うんめ。もやしはなんかやっぱ日本のもやしとは違うから、またフィリピンのもやしって感じだけど。じゃあ次スープ。うん、うまい、濃厚、ちゃんとキリッとしょっぱみもあって、甘辛くて、でもそんななんか重って感じじゃない、食べやすい、飲みやすいスープだ。そしてこのデカまん丸チャーシュー、うん、チャーシュー、チャーシューうまっ、とろとろで油乗ってて、あったかくはないけど、うん、やっぱこの麺だよね、麺うまい。いや、全部うまいな、スープもチャーシューも。うめえ、やっぱラーメンうめえな。こんなマニラで食えると思わなかったわ。こっちの人は美味しいと思うのかな、これ食って。じゃあちょっと生卵も溶いて、こっちで生卵食うことあんまなさそうだしな、麺つけて。あんま普段俺これやんないんですけど、うん、うまい、まろみが出てね、うまい、うまい、ニンニクもしっかり効いてるわ。でも一杯1800円だからね、なかなかこっちのマニラの人は簡単に頼める額じゃないよね。
うん、油も甘くてうまい。麺量はね本家ほどないけど、本当のナンバー11のね麺量すごいですからね。うちナギの煮干しの感じはないね。煮干しは多分使ってないだろうね。まあ、こっちのナギは別に煮干し推ししてないからね。ちょっとラーメン屋って感じだから、生姜も入れつつね。うん、ね、生姜も合うわ。ああ最高、はい、ごちそうさまでした。なんか水とかいろいろ含めて結局合計 822.8 だから 823 ペソぐらいでした。結構いったな。やった、もう飯で2000円以上使っちゃった1回の飯で。でやっぱ結構やっぱ気出したな、腹ちょっと腹パンだわ、胃もたれしそう。よし、じゃあこの勢いでもこの近くにカジノあるからね、ちょっとカジノ行ってカジノしよう、ルーレットしよう。よし着いた、ここだ、カジノフィリピーノマラテ。これはニューコーストホテルマニラの中に入ってるカジノですね。じゃあちょっと中行ってきます、カジノ。はい、終わりました。30分ぐらいなんかただのジュースとか水飲みながらルーレットをやって、まあ、1回1500円ぐらい買ったんだけど、どんどん溶けてって結果また全然面白くないですけど、プラマイほぼゼロです。厳密にはマイナス100円ぐらい、40ペソぐらい負けた。はい、まあいいんす、負けて大敗して帰るよりはプラマイゼロで。はい、よし、じゃあもういいや、行こう。はい、地区に乗りました。はい、キアポ帰ってきた。大丈夫かな、この子寝てるんだよな。あ、寝てた、よかった。